はい、どうも皆さんこんにちは、かけまると申します。ということで今回は引き続きサスリクルの天使実況プレイやっていきたいと思います。ついにエピソード4が配信されました。今日今さっきです。ということで今現在19時ぴったりです。やっていきたいと思います。サスリクルの天使、早速ニューゲームからスタート。いやもうね、楽しみすぎて楽しみすぎて眠れない日々が続いてはないが、もうね今回が最後らしいので、もうね最後まで止まらずやっていきたいと思います。もう緊張してるよだいぶ緊張してるよ。待ってザック、そっちに行かないで。そうだね、前回最後最 B1 かに着いたのかな。あ、どうしよう、どうしよう、考えなきゃ。でも、おいレイ、何やってんだ。あ、顔が暗く、お、もう完全に新ステージですね。マジで家の中みてえだな。なんだ、あ、動ける。あ、ザックさん視点なんだ。おーほーい、記録しましょう。さあ、ということですね、今回始まりました殺戮の天使エピソード4、おそらく最終章となるらしいです。まあね、前回の終了後ね、様々な考察が飛び交っていた中、おそらく B1 回はレイちゃんのフロアなんじゃないかという話がね、まあいろいろありましたが、まあ、なんかレイちゃんの反応を見る限りちょっとそれっぽい感じはしてきますね。やっていきましょう。ザックさん視点ってことは、まあ、とりあえずレイちゃんに話しかけよう。おい、どうした、なんつう顔してんだよ。疲れてんのか。反応がない。なんなんだ。なんかね、ツイッター、あの公式ツイッターが殺戮の天使あるんですよ。まだ知らない方はぜひフォローしてみてください。あのね、そこで結構こう簡単なあらすじとかをねこう出てるんだけど、すごいちょっと興味深い感じなんでぜひ見てみてください。それも踏まえて今回ちょっと楽しみにしてたんで、もうねプレイしていきます。電気はつかねえな。鏡かこれ。とりあえず探索だね。血がべったりいろいろなところについてますね。花、あ、踏めちゃうんだ。花がいっぱい。なんでこんなに花があんだ。しかも全部偽物かよ。造花か。偽物なのにすっげえ花の匂いだら。あ、ここ、あ、なに、え、え、人じゃん。え、あ、外の月、縫い目だらけだな。縫い目？あ、腕が縫いぐるみじゃねえか。口と体がひっついてやがる。人形かこれ。ザック、縫い目ってやめて。ザック、何かあるかわからないからむやみに触らないで。あ、俺今なんで呼ばなかったんだ。まあいいや。ザック、やめて。ザック、お前さっきからどうしたんだよ。何今さらこんなもんにビビってんだ。あ、結構グイグイ行くな。あ、なんだ死体かよ。気持ち悪いな。ザック、ねえザック、お願い、ね、すごい焦ってんね。お願い殺して、早く殺して。おい、急になんだよ。お願い早く。何言ってんだ、ここでお前を殺してどうすんだよ。まだ外にも出てねえ。それに俺が殺したいのはその顔のお前じゃない。でもこの本、あ、ちょっと気になってた。あ、外のあの月もね、エピソード1の最初のやつですよ。そうだ、これは聖書。神というものは嘘つきや、汚らわしいものは
嫌いなのだ。ああ、お願いザック、早く私を殺して。何も知らないままでお願い。今の私を殺してお願い。私の神様なら。おい、レイちゃん、おい、ふざけんな、しっかりしろ。え、なに、気絶したのかな。そんなとこに寝かせんの？さっきまでそんな死体が置いてあったとこに。ちょ、結構雑にどかしたね。んだよこいつ、突然倒れやがって。疲れてんのか。まあ無理もねえけどよ。それに妙に慌てておかしくなってやがったな。やっぱりレイちゃんの過去と関係があるんですね。ああ畜生、ここに来て絶望したような顔しやがって。今さらこいつがそんな顔しても面白くねえ。私の神様って俺のことか。ああなんだこれ、胸くそ悪い。あ、何？あ、そういえばレイちゃんのカバンはまだね、謎がいっぱいだったけど、さっきは縫い目っていう言葉でさ、ちょっとレイちゃんのカバンに入ってる裁縫道具をちょっと連想したのはきっと俺だけじゃないはず。んだこれ、レイのカバンから落ちたのか。嫌な予感がすんね、なんか。何？読めねえんか。まあ、そうかそうか、そうだよね、字練習してたもんね。でも顔写真がついてんだし、こっちが俺ので、こっちがレイか。この数字くらいならわかるな。それにしても辛気くせえ顔してんな。ん？何の音だ？誰？人？あれ、足音これ。あ、そういえばダニーの野郎が見つかってねえな。また？この音、来た方のドアからだな。嫌な予感がするね。あ、動けるね、記録しよう。やばいね、急展開に急展開重なってるけど、とりあえずちょっとこの本調べたい。あいつこの本見てやがったな。なんだってんだよ。あ、そうだった、俺は読めねえんだよ。そっか、聖書が読めない。ちょっと先にこっちとか調べたいね。花か、花だ。何これ、穴？わかんない、なんで、黒くて見えない。なんもねえ。これなんだ、机か。この辺は変わったもんはない。テレビ、あ、これテレビか。つかないのか。そうだね、もう他に目星ものはないんで、じゃあちょっとドアのとこに行こう。こっちからだな。へえ、まただ、えっ、何？あ、おい、音立ててたのはこのおもちゃかよ。いや、一番怖いタイプだよこれ。えっ、うわっ、躊躇ない。ったく、こっちはイライラしてんのに紛らわしいんだよ。あ、え、ああ、よかった、うまく追い出せた。誰？ダニー先生？まったく君ってば、何でも壊せばいいってもんじゃないよ。ダニー、誰？やあザック、そんなに強く扉を叩くんじゃないよ。疲れて寝ている霊が起きてしまう。やっぱダニー先生か。もうしぶと、もう G 並みのしぶとさ。残念、君のバカ力でも開かないよ。ここのフロアの扉はこう見えて頑丈なんだ。おい、どういうことだ、開けろダニー。そうだなザック、てかどこに隠れてたんだろう。開けてもいいんだけど、まだその時じゃないから。ねえレイチェル、ああ早く目を覚まさないかな。おい、そいつに何かしたら殺すぞ。そんな口を聞くなよザック、僕はレイチェルを殺しはしないさ。でも僕には今カードが揃ってる。レイチェルの身の安全、そしてこのビルの出口のありかだ、
知ってるんだ。あ？なあザック、その使えその使えない頭でよく聞くんだよ。君は文字も読めない愚か者だからね。そんな君にヒントと救いの手を差し伸べようって言うんだから。やめ、今日喉が。何も知らず君はのうのうと彼女の横にいた。あまつさえ彼女に神様なんて言われてね、君も悪い気はしなかったんじゃないか。てめえ気持ち悪いことばっか言ってねえで、分かるように話せ。彼女また噛んだな。まあいいや。彼女のことを全部知ってごらん。このフラワーは彼女そのもの。あ、やっぱりそこから考えるといいよ。彼女に本当にふさわしいことは何なのか。その点恥ずかしいな、なんかちょっと。その選択肢によっては君をここから出してあげるさ。もちろん君一人だけね。んだよ、全然説明になってねえだろうが。おい起きろレイ。彼女は宝石を隠して寝ているよ。何その表現。まあ、要するに目つぶって寝てるって言いたいんだよね、多分ダニー先生は。何その表現、ちょっとかっこいいじゃん。ちょっとかっこいいじゃん。君が知るまで彼女はこのままさ。彼女について知る？レイについて調べなきゃいけないってことか。ふざけんな。めっちゃ頑丈だね。くそ。あいつを知るだ？んな大層な秘密があるっていうのかよ。神様だとか、あいつがなんだとか。ああ、考えてもしゃあねえ。この中を片っ端から荒らせばなんかなんだろう。とにかくこっちから回るしかねえな。わあ、ザックさんで探索すんのか。あ、びっくりした。あ、踏んじゃった。人形か。あ、びっくりした。え、なに？そういう感じ？なんだ今の。避けねえと刺さるじゃねえか。なんかザックさんなら刺さっても大丈夫そうだけど。アクション系？あぶっ、おい。あー、あ、そういう系か。いくよ。はい。はい。いや、ちょ、疑惑。疑惑なんて、うっそ。待って、もう一回行こう。え、マジか。真ん中通ればいいのか。あれ、ちょ、あ、よかった。なんだここ、どうなってんだよ。これじゃ殺しにかかってるようなもんじゃねえか。あ、くそ、めんどくせえな。今までの回とはこう違って、なんていうの、もう完全にただただ殺しに来てるよね。さあ、ということで、まあ、うまく避けられたんで記録して、これ2階ですね。行こう。何これ。あ、なんだこれ、白い板だな。なんか文字みてえなのが書いてあるな。読めねえ。そんな読めないの？そこまで読めないか。けど一応拾っとくか。白いプレートを手に入れた。あれだね、あんな文字の練習してた痕跡痕跡があったのに全然読めないんだね、一個も。あ、なに？ここの床やたらきしむな。うわー、嫌な予感がする。あ、はやっ、落とし穴かよ、いて。あ、ゲームオーバーなんだ。マジか。ちょっと待ってくれ。あ、間違え、ちょっと今の天然入りましたね。あれなんだね、今回ゲームオーバーっていうやつがないんだね。これあれかな、エピソード3と同じ感じでバグだったりするのかな。違うか、さすがに。頑丈な扉には鍵がかかっており、その上ドアノブがない。もう完全に開けないようにしてるね。扉の中央には何かを引っ掛ける杭のようなものが飛び出している。あ、どうやって開けんだよ。これかな。あ、違うか。あ、ここもか。マジどこにあるか全然わかんねえな。ヒントみたいなのないのかね、ヒント。ちょっと待って、ちょっと画面に顔近づけるわ。あ、待って、うっすらひび入ってるわ、うっすらね、なんとなく。あ、こっちもか。2つドアがあるね。オッケーオッケー、覚えた。あ、うっすらだけどあったわ、気づかなかった。これ画面の暗さを使ったギミックですね。さあ、
血の跡はここか。あ、違う、まだ奥に続いてる。ここだけちょっと黒ずんでるな。あ、これな、高いピザか。あ、やっぱそうだ。なんでピザが置いてあんだ。これ食えるのか。いや、やめとけやめとけ。冷蔵庫は冷てえし、冷えてねえし、なんもねえな、なんもねえ、水は出ねえ、なんもねえ、別に火使ってやることもねえ、なんもねえ、テレビもねえ、ラジオ、あ、嘘、ちょっと面白いこと言おうとしたら割っちゃったよ。え、これあやめとこ。あー、いくらでも割れちゃう、やめとこ。さあ、もうセーブ大事だからね。これはいけるのか。あ、いけるのか。あー、怖い、怪しいな、すべてが怪しいね。トイレ、この辺は特になんもないか。でもザックさんがここまで細かく調べてくれるってことはどっかになんかありそうですけどね。なんかないかな。濁ってる、濁りが、濁りはうまみあやたか発売中。さあ、やっぱでも一番右に進んでるからね、右行こう。開かなかったわ。しかも家庭紙んだよ。ここの扉鉄かなんかでできてんのか。マジか、鍵かな。鍵なかったよ。待って、急に積んだ可能性がある。待って、ちょっと待って、こっち行ったらダメなのかな。そっか、この人形には何もないのかな。よいしょ、何もないか。待って、謎解き唐突に来すぎててちょっとびっくりしちゃったよ。待って、こっちにはこれは使えないのかな、このプレートは。あ、ダメか。難しいな、ちょっと待ってくれ。あ、間違えた、素で間違えたわ。ちょっと待って、もう一回ワンチャンください。オッケー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 。そうだね、なんか公式ツイッターでもあったけど、なんか今回はミニゲーム要素がね、こうやってあるって書いてあったんで、多分おそらくさっきの矢とかそういう話でしょうね。あ、そういうことか。食べよう、食べるなって言ったけど食べよう。あー、ちゃんと一切れ一切れいく。カレー、え、そんなに、そんな怒る子、そんな、そん、机ごと壊すほど。くそ、カレーバカ、どんな罠だよ、性格悪すぎんだろ。あ、でもなんか出てきた。なにこれ、なんだ。あ、動ける扉か。地下でもあんのか。え、また地下戻すの、また地下戻んなきゃいけないの、かてえな。あ、あ、ダメか、それ落ちるよ、それその感じだと。相手も押しても引いても叩いても踏んでもどうにもなんねえ。どうしたの、鍵ついてんのか。くそ、鍵探すのかよ、めんどくせえ。また鍵か。待って、確かここも鍵だよね。違うな、ここはただ開かないだけか。鍵か、でもこの辺にありそう。なんかないかな。なんもねえか。じゃあやっぱトイレか。待って、この辺は？まだ怒ってるわ。やめとこう。あったー！トイレか。やだな。おい、中になんかあんな。手突っ込むの？マジかよ。行くしかないね。あー、くそ。やんなるなー。うわうわうわ。うわ。うわ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 。人生で経験したくない経験の一つですね。トイレに手を突っ込む。鍵を手に入れた。うえ。ザックさんでもなんだ。鍵って、マジかよ。こんなとこに置いておくとか頭どうかしてんじゃねえか。また置いて、置いといてくれるだけ親切だ。手が気持ち悪い。洗いて。洗おう洗おう。あ、出ないのか。うわ、これで洗うの？まあ、でも水道は止まってるからね。濁ってるが、トイレよりマシだな。うわ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 、その濁りが何の濁りか分かんないから。何？何何何？いて！何何何？なんか噛みやがったぞ。ピラニア？何がいいんだよ。何？うわ、絶対ピラニアでしょ。魚？
マジかよ。小せえ魚のくせに歯がギザギザとか生意気かよ。やっぱピラニアですね。魚は食うもんでこっちが食われるもんじゃねえんだ。おかげで手が血だらけじゃねえか。マジか。まあさっきよりマシだし行くか。マジか。でも貴重な水流しちゃったからな。仕方ない。セーブこまめにしとかないとね。行くぞ。結構急展開が急展開を呼んでますね。さあ鍵使ってみようか。あんまりこの鍵触りたくねえが仕方ねえな。お、開いた開いたな。降りれんのかこれ。また地下に逆戻り。まあ、行くしかないか。レッツゴー。うわ、また変なとこだな。牢獄みたい。地下があったりややこしいんだよ。そもそもここにはあいつの何があるっつんだ。あ、何？獣くせ、中になんかいるな。獣の毛、まあ、今の鳴き声的に確実に狼ですよね。こっちはいけないか。もう、なんか、え、なに？え、やな予感がする。うわ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 。おいおい、でっけえ犬だな。どうなってんだよ、ここはよ。真水かな？あと二人足りないけど。腹減ってんのか。よだれまみれで汚ねんだよ。逃げげえ、これ。おい、噛むなら叩いてやるぞ。やられんのは嫌ってか。ぶっ殺してやるよ。うわ、マジか。ゲーム？噛まれたら血液入れんだ。うん、ずっと唐突な連打系は。オッケー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 。どう？まだやる？まだやるの？おい、そっちにいると邪魔なんだよ。まだかかってくんのか。わあったよ。うわ、暗殺じゃん。たくよ、時間取らせやがって。噛まれたところは痛えし。だいたい犬ってなんだよ。このフロアのやつマジで頭どうかしてんな。このフロアは霊そのものとか言ってやがったけどよ、一体何がなんだか、あいつのことがここでわかんのか。結構ガチガチでグロいタイプの死体になってますね。さあ、じゃあちょっと今回は割とね長めにやったのでこの辺で終わりにしたいと思います。ということで次回もお楽しみに。かなりね私は楽しんでプレイしておりますが、皆さんどうでしょうか。ぜひね自分でプレイしつつも、先にね自分でプレイしてから私の実況を見るか、逆もしっかり、ぜひ楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。